DB パワー社の C300E、HD メガピクセルの IP カメラ、いわゆる LAN 接続できるカメラが来ましたので、開けてみたいと思います。で、外箱はこんな感じです。中には、まず CD ロムですね。この中には、多分、ドライバーが入ってますね。ドライバーというかソフトというか、要するにパソコンにこの中に入っているソフトを入れると、パソコンから見れるというものですね。それが入ってると思います。それから、簡単な名刺みたいなもの。それから、これは、トリセツですね。簡単なトリセツがあります。日本語のページはここにあります。DB パワー社は、製品を買いますと、後から日本語の取扱説明書をメールで送ってきてくれます。からクッションがあって、中に本体が入っています。まずはこれ、AC アダプターですね。本体への電源を供給する AC アダプター。それから本体。あと、ここに入ってるのは、多分、アンテナですね。これ無線 LAN で使えるようにするためのアンテナだと思います。それからこれが、六角レンチと壁に取り付けるためのネジなどですね。これが本体です。こんな感じの本体。ここにあるこの QR コードは、これでスマホに、これを読み込むとスマホに簡単に接続できるというようなもんですね。ほら、たくさん LED がついてますね。から、ここに LAN ケーブルをつける。これがリセットスイッチ。ここが電源ですね。先ほどの AC ケーブル、AC アダプターがここへ、ここにつながるという感じですね。こんな感じになっています。